で、それで思い出したのが、なんか、まあ、私、まあ、ちょっと、18歳ですけど、仕事みたいなのをしてた時期があって、で、その時に、やっぱ女性って生理来るじゃないですか。で、結構、その、生理終わりかけの時って結構なんか長いんですよ。なんていうの？出るか出えへんかの瀬戸際が長引くタイミングってあるんですよね。なんか、だいたい4日とか5日で終わんねんけど、なんかその時は7日目くらいになっても、なんか微妙にこう出るみたいな。でも早く終わってほしいから、その、なんていうの、アマゾンとかでも売ってんねんけど、洗浄液みたいなのがあって、まあ、細長いやつ。結構でかいやつもあんねんけど、私が使ってたのは、なんかすごい細長くて、なんかアルカリ性かなんかよくわからへんけど、こう、匂いを消してくれて、生理をちょっと早く終わらせるっていうか、中をきれいにしてくれるみたいなやつを、その、まあ、会社に持って行って、シャワーペペみたいな、なんか、そういうのじゃない。あれはなんか水で洗い流してるけど、なんか少量の薬剤で、こう、落とすみたいな。で、シャワーで綺麗にはできへん。奥の方に届かへんからさ。で、それを、まあ、会社に持って行ってて、まあ、置いててんけど、まあ、なんか最近全然終わらへんし、今日やろうかなって思って、まあ、会社のトイレで、めっちゃまた開いて、で、ウォシュレット、なんか、もう血まみれのところに、待って、結構グロい話してるな。まあ、ちょっと、まあ、あまり清潔ではないところに入れるの嫌やから、ウォシュレットしながら、こう、ちょっとまあ、挿入をしたんですよ、ゆっくり。してたら、もうガチャってドア開いて、ドアの鍵閉まってなくて、で、女性の方、まあ、社員さん、まあ、違うね、あの、部署の先輩の方に、見られて、めっちゃ辛かったんけど、もうね、しかもあの、白くて、まあ、細いとはいえ、多分パッと見、やっぱそういうおもちゃに見える感じ。なんかタンポンには絶対見間違わへん。もうなんかアドルトグッズみたいな感じの見た目に見えなくはないから、なんかそれで勘違いされて、あ、すいませんでしたって言って、ガチャって閉められてさ、でも血だらけってわけじゃないの。そのウォシュレットで血も流れてたし、もう終わりがけやったからさ。もうめっちゃまた開いてウォシュレット当てながらエッチなことをしてる女みたいに思われたまま終わっちゃって、で、次の日、なんか違う部署の友達と喋ってると、いや、りっちゃん、さ、トイレでなんかエッチなことしてたってマジみたいな感じで聞かれてさ。めっちゃ恥ずかしかったんけど、あれ。めっちゃ話広まってて。私、でもさ、なんかわざわざさ、今の話さ、生理が終わんなくて、なんか生理早く終わらせるために、なんか液体入れてたんですとかさ、説明するのも恥ずかしいからさ。そう、もう狭い社会の悪いところですよ。めっちゃ恥ずかしくて、もうほんまにもう見られたその後もう気が気じゃなくて、うわ誰かに言われたらどうしようとかめっちゃ考えて、もう何も手につかんくて、まあ案の定ね、ちょっと次の日広まっちゃっててすごい恥ずかしかったっていう話ですね。なんか鍵ね閉めたつもりやってんけど壊れてたらしくて、次の日はねなんか修理入ってた。そう、トイレでね、そういう変なことする女として、ちょっと定着してしまって、まあそういうなんか、ちょっとね、目で見られてたから嫌っていうのもあって、ちょっとやめたみたいなとこもあんねんけど、そう、めっちゃ嫌だった、本当にあれ。みんなも気をつけてください、本当に。はい、もしもし、みなとアクアです。